ナシロ選手入ります。じゃあナシロ選手インタビュー始めたいと思います。ご質問どうぞ。久しぶりの K1 参戦ですけど、はい、まあ、どんな、もともとリザーブファイトでお話をいただいてたんですけども、急遽小比類巻選手の欠場ということで、繰り上げで日本トーナメント出場っていう大きなチャンスが巡ってきたので、やっぱりそうですね、モチベーションもものすごく高いですし、絶対優勝してやろうっていうつもりで今日は練習してやってきました。気持ちとしてはもう本戦出るような感じで練習してきた。はい、もちろんです。常々もうどんなレベルでもやってやろうっていうつもりでやってきたので、もちろん負けるつもりもないですし、全然レベル的にもやれないっていうことは絶対ないと思うんで、絶対優勝しようと思うつもりでやってみました。K1 で試合をしていて、この何年間分かったと思うんですけど、その間っていうのは試合も全然知ってない感じ、はい、してないですね。練習っていうのはどうだったんでしょう。練習はもうそうですね、もう、まあ、皆さんのご存知 の、 兄の話の信夫 の、 合宿であるとか、やっぱり背中を追いかけて常々やっぱお兄ちゃんを見てモチベーション上げて、やっぱり僕も頑張らなきゃいけないなというつもりで、やっぱり常々手は抜いて練習はしてなかったんで、全然体がブランクやっていうことは自分では全然思ってないです。じゃあお兄さんと一緒にこうフィジカルのトレーニングやったりとか。はい、そうですね。じゃあ今そのブランクあっても不安はない。いや、まあ不安がないといえば、まあ、嘘になるんですけども、やっぱり試合っていうのはもうそういうものやと思うんで、やっぱりいつも通りのやっぱり緊張感と、特にそのそうですね、試合をしてなかったっていう不安っていうのはまた別だと思うので、まあ、今回はやっぱりビッグチャンスなんで、そういうことはもう全て忘れて、もう心機一転、もう優勝目指して頑張ろうと思います。お兄さんから何か言われたことはあるんですか。そうですね、やっぱりそのこういっぱいチャンスが欲しくても巡ってこない人はやっぱりたくさんいるんだっていうことと、やっぱりそれにお前がここに選ばれたっていうことは、やっぱりそれだけみんなも期待してるってことだから、やっぱりそれなりのしっかり覚悟してリングに上がってこいっていう感じで言われてきました。そういうふうに言われてたので、やっぱりこう自然とやっぱり練習にもすごい力も入りましたし、やっぱりすごい決断してもらって、すごい、そうですね、やっぱりモチベーションも上げてもらいました。そのボクシングのトレーニングみたいなのもやられてるんですか。はい、そうですね、兄 の、 所属しているジムにも出稽古に行かせていただいたりとかして、やっぱりパンチの技術も磨きがかかったと思いますし、やっぱり蹴りだけではなく、プロボクサーと の、 スパーリングであるとか、そういうのもやっぱりすごい勉強になりました。そのパンチのスパーリング、ボクシングスパーリングやって、どうなんですか、互角にこう戦えるぐらいな感じどうなんですかね。そこはもう僕はまあ調子も良い日もあれば、やっぱり相手の調子の悪い日もあったんで、まあ、やっぱり褒めていただけるときは褒めていただいたし、ダメなときはダメだって言われたっていう感じですね。ボクシングの道っていうのは考えるの。そうですね、やっぱり周りにも、まあ、言われたこともあったんですけども、やっぱり自分がやっぱり何をきっかけに格闘技始めたかって言ったら、やっぱりその K1 を見て格闘技始めたので、やっぱり K1 のリングに上がりたいという一心で頑張ってきました。ちなみにその今回長嶋選手と戦うことを聞いたのどのぐらい前に。先週の半ばぐらいですかね。本当に急にお話いただいたので、もう正直っていう感じでしたね。それは喜び。あ、もちろん喜びもあり、やっぱ驚きもありました。なんか長嶋選手先ほど言われてたんですけど、はい、一緒にスパーリングしたことが1回。そうですね、長嶋選手と一度グローブを交えたことがあるんですけども、どんな印象でしたか。すごいやっぱり自分とよく似ているようなイメージがありましたね。すごいパンチでガツガツきて、お互いやっぱ打ち合いにスパーリング、まあ、3ラウンドだけだと思うんですけども、もう随分と前なので、まあ、そのイメージはもう参考にならないなっていうつもりで自分は練習してきたので、まあ、特に今回の長嶋選手と戦うにつれて、そんなにその作戦というイメージがぶれたっていうイメージは特にないので、いつも通りもう全力で戦いたいと思います。どんな試合になりそうですか。
そうですね、やっぱり、まあ、もちろん自分が勝つつもりで戦いますが、まあ、勝つにせよ負けるにせよ白黒がはっきりつくような、あの会場の皆さんが納得いく形で勝負を決めたいと思います。そんなにラウンドは長引かないんじゃないかなと僕は思っています。まあ、先ほど長嶋選手が、まあ、あの今回の大会の中継その亀田選手の世界戦と一緒にやるっていう感じなんですけども、はい、そのチャンネルを、ね、変えられないようにあのしっかりとした試合を真城選手にも要求したいみたいなこと言ってたんですけど、自信はどうでしょうか。まあ、逆にそうですね、僕からもお願いしたいぐらいで、もう真っ向から男らしく勝負していただきたいと自分は思います。僕はもう逃げも隠れもしません。絶対下がらないです。あと、まあ、トーナメント勝ち抜いていく、まあ、スタミナ面とか心配もあるんですけど、はい、この辺はどうでしょうか。そうですね、やっぱり初めてのやっぱりトーナメントっていうことなんですけども、まあ、スタミナ面っていうのは、まあ、やったことがないのでやっぱりちょっとは不安はあるんですけども、まあ、それだけ試合を早く終わらせれば自分でも問題ないかなと思うので、そのつもりでもう、まあ、ペースのことは考えずにもう1試合2試合3試合とももうダッシュのつもりで駆け抜けようと思っています。3試合 KO で駆け抜けて、はい、駆け抜けてスタミナが切れる前に倒したいと思います。キックの方の練習というのはどういうような感じでやってきたんでしょうか。そうですね、やっぱキックの練習の方もあの国士会館の方であのそうですね、一緒に練習してきた仲間たちと、まあ、そこまであの、まあ、トレーナーつけてっていう感じではなかったんですけども、やっぱりその、ね、道場の、まあ、後輩であったりっていうので一緒に、まあ、自分も教えながら自分にもね、やっぱり教えられることもあったので、やっぱり蹴りの面でも、まあ、十分にミットを持っていただけるレベルにはなってたので、全然そこは問題なかったですね。お兄さん5月に防衛戦がありますけれども、はい、その辺のあたりの話というのはと言いますと、あの、まあ、自分が優勝しててお兄さんも防衛するっていうような、あ、そうですね、やっぱり自分がまずここでお兄ちゃんにこう次頑張っていただけるような試合をして次につなげたいなとは思います。ちょっと詳細なプロフィールとかがあんまりわからないのでちょっと教えてもらいたいんですけど、はい、まず生まれは、お兄さんと一緒になる、はい、一緒ですね、はい、はい、それから、格闘技始めたきっかけですね、先ほど、ね、あの K-1 を見てっていうふうにおっしゃってましたけども、はい、何歳のぐらいの時だったか。そうですね、アンディ・フグが優勝された時のやっぱ大会がすごい印象に残ってますね、やっぱり。でやっぱずっとアンディ・フグに憧れて、やっぱ足技もそうですね、やっぱかかと落としとかすごい大好きで、やっぱり一生懸命練習してきましたね。なんていうか、あの自分の性格みたいなのをなんか自己分析すると、どういう、例えばお兄さんと比べたらお兄さんはこうだけど自分はこうみたいな。そうですね、やっぱり気は強い方だと思います。やっぱり負けたくないっていう気持ちはすごい強いですし、やっぱりね、やっぱお兄ちゃんがこう第一線で活躍されてるのも見ててクソってやっぱ思うのも常々やっぱ思ってましたし、やっぱり合宿とか一緒に連れていただいても、やっぱりね、やっぱプロボクサーたちにこうやっぱスタミナ面であるとか走りの面でこう全然ついていけてなくて、やっぱりクソずっとずっと思ってきましたし、やっぱりそのね、性格があったからこそ、ね、今まで頑張ってそういう辛い練習にも耐えてこれたんじゃないかなと自分でも思うので、やっぱ気は強い方だとは思います。お兄さんと喧嘩したことってあるんですか。もう子供の頃ですけどね。まあ、もうでもお互い格闘技始めてからはもう